吉田文五郎は、人形浄瑠璃の人形遣い。四世、吉田文五郎四世、吉田文五郎昭和三十七年二月二十一日は、大阪二た屋町生まれ。本名、河村美之助。生家は七夜だったが、廃業のために八、九歳でいろんなところに方向に出る。父、河村聖五郎は、文楽の表方をしていた関係で、初代。 吉田玉五郎の門下になったが続かず、1883年に初代吉田玉助の門下になり、松島文楽座に出る。1884年に吉田美之助の名で、彦六座や民楽座等を点々とした、東京の人形芝居にいたこともある。1892年に吉田美之助に改名。1907年には三代目、桐武亀松を襲名。翌年に、 美之助に戻る。1909年4代目文五郎を襲名し、1915年からは文楽座人形座頭となった小山使いの名手として大賞、昭和を通じて人気を集める。1949年日本芸術院会員。1959年文化功労者。1956年には東、国家から吉田浪庭の城の称号を受けた。 著書には文語老芸団がある。最後の舞台は1961年の鈴鹿森のおこま。弟子には人間国宝の吉田文尺、三代目吉田美之助等がいる。初代吉田栄座と比較されることが多かった。戦後は人形の首の保存に力を入れ明治の古くから受け継いだ首を使用せず四代目大江美之助に依頼し新たに制作させた。 古い頭は現在でも、文鈴目が中心になって保存し、後世に受け継がれている。ありがとうございます。